平野紫仕様の新たな挑戦、飛べでの活動がキンプリにどんな影響をもたらすか皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所のキングプリンスが待望の初アルバムピースをリリースし、リコンデイリーアルバムランキングで初日から1位を獲得しました。この素晴らしいニュースをお伝えするために、今回はキンプリの新たなスタートと背後に隠されたストーリーに迫ります。 5月、平野紫耀、神宮寺勇太がグループを脱退し、一時は心配された金プリの未来。しかし、長瀬角と高橋山の二人体制になっても、彼らの魅力は健在であることが証明されました。初日の売り上げが26万枚という数字は、多くの人々が予想していたよりもはるかに高く、その人気を証明するものでした。 音楽関係者によると、アルバムの売り上げはファンの数に大きく影響されると言われており、二人体制になることでファンが減少する可能性があったため、今回の売り上げは驚くべきものでした。初週売り上げが40万枚に達する可能性もあるとの予想もあり、これは金プリの人気を示す重要な指標と言えるでしょう。 一方で、元メンバーである平野潮と神宮寺優太は、ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏のプロジェクト、飛べ、に参加し、新たな挑戦を始めました。彼らの勢いに対抗心を燃やすファンが後押しし、長瀬と高橋の二人を応援しているという事実も注目すべきです。 ジャニーズのファンたちは、ジャニー北川前社長による性加害問題の影響を心配しており、その中で平野と神宮寺は新たなスタートを切り、注目を集めています。さらに、キンプリ以外の他のグループのファンたちも、長瀬と高橋を応援し始め、その結果としてアルバムの売り上げにも貢献しているのです。長瀬と高橋は、14日に放送された TBSK。 CDDV ライブ、ライブ、で5人体制時代の楽曲一番、オドで初めて歌唱し、SNS 上で絶賛されました。これはファンの気持ちがアルバムの売り上げにも反映された一例と言えるでしょう。結論、キンプリが新たなスタートを切り、初アルバム、ピースがオリコン1位を獲得するなど、 ジャニーズ界に新たな戦国時代が到来しました。長瀬角と高橋山の二人体制はファンから熱い支持を受けており、今後の展開がますます楽しみです。平野潮と神宮寺雄太も新たな道を歩み始め、ジャニーズファミリー全体が新しい夜明けを迎えつつあります。これからもキンプリと飛べ、そしてジャニーズ全体の活躍に注目し、 彼らの音楽とパフォーマンスに魅了されることでしょう。ファンの皆さん、応援を続けましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。ジャニーズの新たな展開についてお伝えできて光栄です。これからもエンターテインメント界の最新情報をお届けしますので、どうぞお楽しみにしていてください。 キンプリと飛べ、そしてジャニーズの未来が輝かしいものであることを願っています。